やっぱり一番こう裏切りのコメント欄を見てると、シュートを打たないのか、打てないのかというところなんですけども、見てても、なんかシュートを打てるところに、打てている状況なのに打てないなっていうのが何回もあったかなと思ったんですけど、これあたりはどうですかね。可能性がもう本当に決定的なのに打たないなっていうよりは、やっぱりこう、本当に打てるシチュエーションにあんまり持っていけてない。だから あの、シュートを打つことってのは、試合の流れを作る意味では、ある種もゴールにならなくても大事なシチュエーションってあるんですけど、ただまあ、それよりは、やっぱりこう、自分たちの本当に決定的な形に持っていけてないなっていうのが、すごいありますね。打たなかったんじゃなくて、ちょっとずれたから打ててないっていうことなんですかね。いくつか原因はあるんですけど、まず、はい、あの、浦和レッズの今、基本的な攻撃のスターンが、かなりサイドに偏ってるんですよね。 まあ、あの基本的には、やっぱりこう、秋元と小泉のところ、なんであればねあの、左側の2人の関係のところからだったりとか、ボランチで1回触っても、割とこう、サイドに振ったところからになるんですけど、はい、でそっから、あの、インにもう1回入れて、次っていうところがあんまりないので、結局、最後のところは、まあ、左からのクロスとか、ちょっと透明からの西選手のクロスとか、そういうところになってしまうので、 やっぱりあの、ビスパーはゴール前のね、跳ね返しって、J1 の中でも一番強いチームの一つなので、あんまりそれが有効じゃない。で、あとはね、早いクロス、ディフェンスとゴールキーパーの間に出したクロスはあったんですけど、それは通過しちゃったっていうか、そこにコロキ選手触れなかったっていうのもあったりとかして、はい、意識同向というか、決めるっていう意味では、フィニッシュに、本当に可能性のあるところのフィニッシュに持っていけなかったっていう見解ですね。あとは、もちろん、 打った方がいいよねっていうシチュエーションは、もしかしたら、もうなんていうかな、こうゲームを作るって意味ではありましたよね。もう少しこうミドルレンジからとか、やっぱ狙っていってもいいんじゃないのっていうシーンはあったんですけど、それで入ったかどうかっていうのはまた別で、うかあれを作るって意味の方が大きいですかね。これを打てばいいのにう、なんで打たないんだよ、あんまりなかったかなって感じはありましたけど。最近の試合で選手のタバマネが悪いのではと気になります。川井さんどう思いますか 今と同じ感じですけど、うん。そうですね。まあ、あの、相手のね、対応もあるので、あらかじめもう、ッツが、初期よりは、あの、形になってきてるんですよ。で、その前提で、相手のディフェンスも、こう、立ち位置とかを決めてきているので、次にどう手を打つかなっていうところで困っちゃってるのはあるんですよね。基本的な、 なオートマティズムっていうのかななんかわかんないですけど、なんかその、シャドウ的に相手関係なく自分たちの関係を作るっていう、その自分たちに矢印を向けるっていう意味では、うん、まあ、だいぶ回るようになってきてるんですよね。だから次に、やっぱり進むべきは相手との駆け引きで。で、特にアビスパなんかは、やっぱり対戦相手を結構こう、リスペクトしながら、消しながら自分たちの強みを出していくよっていうチームなので、うんうん、最初に自分たちありきのチームじゃないので、やっぱりこう、 レッツがあのボールを持てているようでいてもそれ以上やらせないっていうポジションを取ってくるんで,でその次っていうところで、まあ、迷いっていうかあのアイデアのところでもう一つやっぱ起きてないってところはありますかね。チチチチャャャャンンンンネネネネルルルル登登登登録録録録